どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ、本日はですね、まあ、またラジオということで、デュエルレンクスに実装してほしいキャラクターランキングトップ3、こちらをね、大発表していきたいと思います。私の独断と偏見でしか判断しておりませんので、その点ご了承いただきながら、ご視聴いただけると幸いでございます。実質ね、1位はね、アンチノミーっていう人なんですけども、アンチノミーさんがもうちょっと殿堂入りしてるんで、僕の中では殿堂入りなので、一回除外して、それ以外で考えてきました。今回は前回の動画でもやったしね、アンチノミーに関しては。というわけで、早速ね、実装してほしいキャラクターランキング第3位発表していきましょう。第3位は天上院ふぶきさん。ふぶキング早くくれよ。 GX のキャラクターの一人でございまして、天井院飛鳥さん、飛鳥先生のお兄様ですね。お兄様、使用するデッキがね、レッドアイズ、まあ、要は城之内くんも使っていたレッドアイズデッキですよ。ね、ダークネス化した吹雪さんもダークネス吹雪もいるんだけども、その闇落ちした状態をひっくるめると結構面白いカードたくさん使っていて、例えば、レッドアイズダークネスドラゴン、これはね、一言で言うと納金レッドアイズです。効果はとっても単純、レッドアイズをリリースして、出せますよ。で、墓地のドラゴンの数だけ打点が上がりますよっていう、それだけ効果は。めっちゃ簡単でしょ、効果。このくらいもね、いいと思うんだよね、リンクスに来ても。だからこれは、しかもちなみにレッドアイズドラゴン、レッドアイズカードなんで、黒金竜、ブラックメタルドラゴンとかでもサーチできるんですよ。だから結構ね、来たら面白いことになるんじゃないかなと思ってて、で、別にね、その、効果自体もそんな強いわけじゃないから、まあ、このくらいは許してくんねえかなって思ってますね。で、他にも、レッドアイズ、ダークネス、メタルドラゴン、まあ、要するにレダメってやつ。あれ、まあ、ご存知の方、とても多いかなと思うんですよね。聞いたことある人多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、いろいろ、いろいろね、まあ、物議を醸しているモンスターで、各所にね、まあいろいろ制限になって禁止になって、またエラッタされて帰ってきたりとか、なんかね、何がしたいみたいなモンスターなんですよね。あいつはね、とっても忙しいモンスターの一種です。エラッタ前の効果はもうほんとぶっ壊れで、墓地のドラゴンを名称単位置なしで蘇生できるよっていう、要は例えばドラゴン特殊召喚して、でまたリンク召喚して、でまた出して、でまた蘇生してみたいなことが、まあ、ループできる、まあ、ソリティアのキーパーツになっていたモンスターですね。だから蘇生したら別カード扱いになるからさ、また蘇生効果使えるんですよ。だから、まあ、ひたすらにそのドラゴン蘇生してくるっていう、まあ、そういうデッキですね。もうそういう、まあ、非常に強力な効果を持っていたので、レッドアイズデッキだけではなくて、例えばね、まあ、青眼デッキにも入ってたし、バスグレデッキにも入ってたし、守護竜デッキにも入ってたし、もうほんとドラゴンが入ってるデッキだったらもう何でもとりあえずレダメ入れときみたいな、とりあえず脳死レダメみたいな感じ の、 カードではございました。現在はエラッタをされまして、弱いく書き換えられまして、名称単位1になった上で、制限カードになってます。最初からそうしときは強いですけどね。非常に吹雪さんの話に戻ると、キャラクター像はとにかくね、イケメンなんですよ。モテ男、モテ男、希代のモテ男。まあ、僕とは真逆であるっていう認識をしていただければ OK です。学校内にもなんかファンクラブがあるぐらいの、まあ、非常に人気のあるキャラクターで、結構おちゃめな部分も結構あって、キングコング梶原バリの長期失踪を決め込みまして、アニメ中にだからね、留年してるんですよ、この人。出席日数不足で留年してまして、で、妹のアスカさんと同じ学年になってるってね。要は、お兄ちゃんと妹が同じ学年にいるっていう、そういうちょっと面白いキャラクターでもあります。デュエルよりもね、なんかそのちょっとネタキャラクターみたいなとこあって、そのウクレレをね、弾きながら登場するシーンとかあるんですよ。なんか頭の上にスピーカー乗せて、なんかウクレレを弾きながら登場するっていう、なんかその 5Ds で、なんか満足さんがハーモニカ吹きながらなんか登場するっていうシーンだったじゃないですか。ああいうシーンとなんか似たような気合を感じる。よくね、動画にはね、そのなんかそういうお茶目な調子に乗っている、まあその吹雪さんが出てくるんで、結構ニコニコ動画とかでは、なんかそのタグでね、ハッシュタグで、吹雪さん次長っていう、吹雪さん次長っていうハッシュタグが流行ったりとか、逆に吹雪さんがなんか全然調子に乗んない、まあおとなしい
あの和とかは吹雪さん自重しすぎっていうタグが付けられてたりとか、結構面白いキャラクターですね彼はね。重度のシスコンです。妹が大好き、私と同じですね。というわけで第3位は天井院吹雪でございました。続きまして第2位の発表いきます。アポリア、アポリアさん熱いよね。早く欲しいなって思ってるんだけども、来てくれんのかな。5Ds に登場する敵キャラクターですね。まあ、イリアステルっていう組織の、ホセっていうのとプラシドっていうのとルチアーノっていう、まあ、3人がいるんだけども、あの幽霊たちを苦しめる敵キャラクターが、でその敵キャラクター3人が合体するんですよね。あれこれ何のアニメ、あの戦隊ものバリに合体するんですよ。あのホセ、プラシド、ルチアーノが合体するとアポリアになるっていう。あのね、イリアステルはねロボットの軍団なんで、基本的にはだ合体しがちっていうのがあるんですけども、アポリアさん実はねとっても悲しい運命を背負っています。このキャラクター幼少期に家族を失っていて、もともとは人間なんですよね、もともとは人間なんだけども、幼少期に家族を失っていて、で青年になって恋人を失っていて、でとてもねあの悲しみを背負っているあのキャラクターなんですよ。でそんなその自分の世界を変えるために幽霊たちが住んでいる次元にその未来からやってきた未来人っていう設定です。で要はその自分の未来が絶望だから、それを変えるためにそのまあ要は過去を塗り替えに来るみたいな、そういうイメージです。で体はね完全にロボットなんですよ。なんかそのディーホイールと合体したりとか、なんかファイブデイズファンからもうマジでこれ何のアニメってまあ疑問の声が当時上がっていた模様ですね。操るデッキは、気候帝っていうテーマで、シンクロガンメタテーマです。シンクロモンスターをガンメタするテーマ。性格悪いですね、非常に。だから気候モンスターはそれぞれ、相手のシンクロモンスターをサクリファイスみたいな感じで装備して、パクって装備するっていうことを持ってるんですよ。で、その分だけ立て上がるよみたいな。例えば、気候帝ワイザルインフィニティっていうモンスターだったら、その自分のモンスターが効果で破壊されると特殊召喚できて、でシンクロモンスターを装備して、打点をアップできるよっていう、一旦に一回装備できるんですよね、相手のシンクロモンスターを。だからね結構ねなんだろうな、シンクロデッキよくそんななんかモンスター相手に幽霊たち戦ってたなみたいな感じなんですよね。結構ガンメタしてくる幽霊たちの戦略をね。で敵キャラクターではあるんだけど、かなりね人間らしいんですよ。アポリアさんは人間らしい。これはアンチノミーさんにも、まあ、結構通じるところがあるかなと思うんですけども、敵キャラクターなんだけども、あのね嫌いになれないんですよ。むしろ好きになっちゃうタイプ あのキャラクター、たまにんじゃんアニメとかでも、なんかその敵キャラクターなんだけど熱くて好きになっちゃうタイプのあのタイプ。いやね結構ねなんだろうな、最後ちなみに最後のシーンね、 5Ds の、ラスボスであるゾーンっていうのに、その無法みたいなことを起こして、まあ友なんだけどね、本当は友達なんだけど、そのゾーンにその希望を思い出してほしくて戦いを挑むんですよ、幽霊たちにその感化されて。でなんかねその最終的にね、そのアフターグローっていうなんかめっちゃ強いカード、なんかその引いたら4000番みたいなカードがあるんだけど、アフターグローを引いたら勝ちみたいなシーンで、主人公力が足りなくてアフターグロー引いたら勝ちやっつって、ここ引くのか引けないのかみたいなシーンで、全然違うなんかその気候帝みたいなカードを引いて、まあ、全然違うって言い方あれか、気候帝できたから、まあ、気候帝引くのはまあ当たり前なんだけど、飛行艇を引いてグランエルだったかなかなんかを引いて、で主人公力不足で負けるっていうねアニメであってはならない展開。まああれはあれでよかったんだけど、まあそれが布石になるからそういうね、まあ要は敗因主人公不足っていう、そういうキャラクターでした。で顔芸がね得意なんですよ彼は。顔芸が得意で、この顔芸もファンから愛されるゆえんではあります。非常に面白い顔が。その顔芸やめろっていつも言われてる。とにかく敵キャラクターなんだけども感情移入をせざるを得ないっていうね、非常に熱いポイントが、まあ、人気のポイントでございました。さあ最後にね栄えある第1位の発表をしていきたいと思います。実装してほしいキャラランキング第1位は覇王10代。かっこいいヘルガちゃん、かっこいいんですよ覇王10代。まあ、ちょっとね難点があって、実は覇王10代実装される可能性がかなり低いです。これなんでかっていうと、今デュエルリンクスには10代がいるんですよね。で20代がいるんですよ。10代ユーベルがいるんですよ。
で、アニメの原作をたどっていくと、あの10代がいて、でそれが、覇王10代になってから20代になるっていう、まあ、時系列なんだけども、もう20代になっちゃってるんですよね、もうあリンクスは。だからね、覇王10代がそのなんかそのいないんじゃねえか説っていうのがちょっとあって、ちょっと俺ざわついてるんだけども、まあ、本当は出してほしいんだよね、どうにか。まあ覇王10代っていうのに話戻すと、覇王10代くんは10代くんの心の闇の部分、10代の第二人格です。第二の人格、10代くんって優しいじゃないですか、とても優しいキャラクター的にはね。で、まあ、ちょっとあのお茶目な部分があるっていう。あの覇王はね、真逆、とにかくね、冷徹、残虐、非道、下道、この要はね、あのね、主人公なのにめちゃくちゃ何だろうな、見た目は ねラスボスみたいな見た目してるんですよね。 あまりにも仰々しい、なんかトゲみたいなのがめっちゃ出てるマントつけてたりとか、なんかね、もうマジでもう敵中のラスボスオブラスボスみたいな見た目してるんですよ。それが逆にいいんですけどね、主人公なんだけども、あまりにもね、使うカードがひど、まあ必殺カードは超融合っていう、まあこれまあ20代のスキルにもあるけど、超融合っていうカードと、あとねイービルヒーローっていう、要はヒーローの闇落ちしたカードたち。イービルヒーローはね、とにかくね、かっこいいんですよ、かっこいいんですよ。戦士族なんですけど、ヒーローっていうのは、あのイービルヒーローは基本的に悪魔族です。悪魔族かっこいいんですよ。例えばイービルヒーローダガヤっていう、まあ、有名ですよね、一番多分。悪魔族と岩石族っていう、まあ、融合条件で出てくる、まあ、要は低層感が緩すぎるヒーローである必要さえない、もう悪魔と岩石合体したら出てくるっていうイービルヒーローダガヤっていうモンスター。低層感緩すぎだよこいつ、冷静に考えて。ブレイブネオスかよっていうね、まあ、こいつが効果が結構強くて、ガーゼットみたいな感じで、融合素材にしたモンスターの打点分その攻撃力が上がるよみたいな効果を持ってるんですよね。プラスなんかその攻撃するときには守備表示モンスターを全部攻撃表示にさせるっていう、なんかその軍神ガープみたいな効果を持ってるんですよね。で悪魔プラス岩石っていうことで、別にヒーローじゃなくてもいいんで、相手が結構ね、 OCG とかだとマグネットバルキリオンとかが入ってますね、デッキにあいつ打点高いんですよ。打点高い岩石族っていうだけで、ダークガイアっていう、まあ、デッキがあるんだけど、そこにバルキリオンが融合素材として、まあ、出すわけじゃないけど素材として入ってるっていう。イービルヒーローは基本的にそのヒーローの上位互換みたいな効果たくさん持ってるんだけども、やっぱね、一番強いなって下級で思ってるのはイービルヒーローアダスターゴールドっていうモンスターなんですよね。アダスターゴールドが、まあ、要はヒーローのキャプテンゴールドっていうのの闇落ち版なんだけど もうキャプテンとは比べ物にならないぐらい強いんですよ。めちゃくちゃ強い効果は。イービル版のミラクルフュージョンみたいなカードがあるんですよね。ダークコーリングとかダークフュージョンっていうカード、ああいうカードをなんとアダスターゴールドは手札から捨てるだけでサーチができるっていう。キャプテンはさ、キャプテンゴールドはさ、手札から捨てるとマテルロスカイスクリーパーをサーチできるっていうだけじゃん。なんだけどアダスターゴールドはそのミラクルフュージョンを持ってこれるんですよ、イービル版の。クソ強くないですかこれ。で墓地融合もできますからね、もちろん。ダークコーリングはまさにぶっ壊れっていう。これでね、結構そのダークガイア出したりとか、マリシャスベイン出したりとか、イービルデッキはねするんだけどね。ぶっちゃけだからその時系列的にもう10代がいて20代がいるから、覇王がね出てこない可能性あるんだよリンクスに。これはガチで残念、もし出てこなかったら。個人的には絶対出してほしいキャラクターですね、覇王10代くん。というわけでいかがでしたでしょうか。完全に私個人の意見なんでね、皆さんもどういうキャラクター欲しいかぜひねコメント欄に書いていただければ、私がコナミ社に、直談判しに行きますんでよろしくお願いします。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。